ドラマの配信だなんて、そんなことのために人をさらっていいと思ってるのか。一気にお話ししても難しいかと思いますので、まずはお試しいただきましょう。それでは。あなた方の記念すべき第1回目の配信が間もなく始まりますよ。該当キャストの方にはドラマ中も脚本が読めるようになっています。セリフや動作はこちらでご確認ください。あ、またそのディスプレイはカメラには映りませんのでご安心を。これから舞台へ移動いたします。何が？バカバカしいな。誰かがあの会話を聞いていたとでも？もう気にするな。それより目の前のことだろ。習うより慣れろ。何でも度胸が大切ですね。このドラマの第9話は告白シーンから始まります。バングルに名前が表示された方はその配信の回のキャスト、つまり役者として配信に出演していただきます。表示されている台本のシーンを演じていただけますと幸いです。今回はお試しなので少し短めですけどね。まもなく配信が始まります。配信は中継となりますので、配信終了まで演技は続けてください。それではカウントダウン。静かに。喋らなくていい。喋らなくていいから、俺の話を聞いてくれ。お前はいつも気がつかないふりをしていたな。いつだって俺はお前を見ていたのに、でもお前はそうじゃなかった。いつも別の誰かを見ていて、その度俺は歯がゆくて悔しくて抱き寄せたくてたまらなかった。抱き寄せて俺のものにしたくて。好きだ。誰よりも大切に思っている。だから目をそらさないで俺を見てくれ。
日和、俺は本気だから。そんな顔するなよ。何でもいいからセリフを言え。もう一度するか。俺の告白がお前に届くまで俺は何度だって繰り返すから。